もう一つ貼ってやろう。あ？この国は近いうち身分も肩書きも関係ない、ただ力のあるやつが勝つようになる。勝負！六六の蝶！俺の勘はよく当たるんだ。じゃあ宗助さん、儒教の開祖は誰だ？宗助さん、あ、なんだっけ。うん、勉強教えてって言ったの宗助さんでしょ。てめえ、ふざけたこと言うじゃねえか。こっちもね、ガキの使いじゃないんですよ。勘弁してくれ、店だけはどうしても。何？負けといて払えねえってのはどういう了見だ。あんなのはイカ様で。人聞きの悪いこと言ってもらっちゃ困るな。なんか証拠でもあんなら見せてもらいましょうか。お父っつぁん、あっち行ってなさい。払えねえってんなら代わりのもん出してもらいましょうかね。いらっしゃい。何にします？いや、主、実は。まさか金がないってんじゃ。またかい。実はさっきも金のない流れ者がやってきて、一騒動あったばかりでね。この辺りに何か稼ぎ口はないか。見たとこ都政人だな。ならちょうどいい時に来たもんだ。この町はな、昔から河原一家っていうヤクザの縄張りなんだ。